福島義勝さんによるもっと知りたい大谷さんのコーナーです。福島さんがこれからあの大谷レポートをちょこちょこ送ってくださることになりました。福島さんによりますと大谷の肘の故障の治すのには3種類あるらしいですね。そのうち の, あのハイブリッド手術っていうのが非常に有効らしくって、今までのトミー・ジョン手術のように腱を移植するというだけではなくって人工の腱で補強するというのをプラスしたら、トミー・ジョン手術では1年半ぐらい復活するのにかかっていたのが9ヶ月から10ヶ月で、回復するというふうなことを教えていただきました。福島さんに教えていただきました。まあそれになるのか、それとももう一つインターホールドプレスというようななんか他のやり方もあるし、あるいは回復を待つようななんか薬、薬物薬と他の訓練の方法であるというふうに聞いております。とにかくあの二刀流復活を目指している大谷さんらしいですから、期待したいと思いますね。春日さんどうですか、大谷の活躍は。いや活躍は、まあ、ご存知というか皆さんご存じの通りでありますが、やはり手術しなければならない状態になってしまったということに対してのいろいろ分析は必要かなと思いますね。必要ですね。これからきちんと分析してほしいですね。できれば高校野球まで遡って分析してほしいですね。だからまあ盛り上がるときは盛り上がってね、ヒーローを作って喜ぶっていう、まあ、メディアのあり方、それはちょっと反省すべき。メディアのあり方でもどうねんだよ。アンダー18で日本が初優勝してるのを全く報道してませんからね。これ18歳以下の世界選手権、日本はあのかつては甲子園の大会があるから出場しなかったんですよね。でそれがあの、甲子園とバッティングしなくなってスケジュールが、それで出場したのが何年前かな、10年ぐらいだったのかな。それで優勝できなかったのが今年初優勝したにもかかわらず全く報道しないというのはすごいですね。慶応の優勝があれだけ報道されたのにね。鈴木さんどうですか、千葉大学生としては慶応の優勝に対して。いや千葉が慶応と張るようなものではないので。あなんでなんかそういうものは全然ないですけど、ただ大谷選手の件については、はい、前あのペイド参加した時にやっぱりこうあのなんていうかあの頑張りリズムみたいな、はい、そういうのがどうなんだろうかっていう風な話が上がったと思うんですけど、まあ、ちょっとそういう心配がなんかある意味一つの形になっているような気も個人的にはしてて、だからこう神話されている神話化されていくというか、あのこの人は本当にすごい人、鉄人だみたいな感じになっていくと本人が強くなっていったり、周りもそれをなんか信じて応援したくなっちゃったりっていう、これがあの美しい物語になっちゃうっていうのが、はいはいはい、ちょっと問題だなっていうのは個人的には考えたりしてるので、ちょっとそれは少し心配だなと。先ほど春日さんが高校にも遡って、ね、あの検証したいと言っていましたが、はいはい、全く同じように考えてますね。なるほどね。やっぱりあのだんだん物語だけが一人歩きするような風になっていく、それの中心にマスメディアがいるというところで、選手もやりにくさもあるだろうし、考えがまあ間違うこともあるでしょうし、まあ、そこで考え直してほしいと思いますね。福島良一さんによりますと、エンゼルスが、ホームに戻ってきた後ですから、16日、17日、18日ですね、そのあたりで大谷がどういう手術を受けるとか、あるいは受けないのか、それの発表があるだろうということだったです。まあ、その発表を待ってまた福島さんに意見を聞きたいと思います、はい。